明治新政府に不満を持った佐賀の士族が起こした佐賀の乱で、武雄の葛藤を紹介した企画展が武雄市で開かれています。この企画展は、明治新政府に不満を持つ佐賀の士族たちが1874年佐賀城を襲ったことに端を発する佐賀の乱から150年が経つのをきっかけに開かれたものです。武雄領主鍋島茂春は戊辰戦争で佐賀軍総指揮官としての活躍が評価され、島義武といとこだったことから、明治政府に不満を持つ佐賀の士族たちに味方につくよう持ちかけられました。当初はその出兵要請を拒絶していましたが、出兵を拒むと大軍で武雄を攻撃すると脅されたことから、武雄領主鍋島茂春は出兵か拒絶かの選択を迫られることとなります。企画展では、出兵か拒絶かで揺れ動く武雄の葛藤と決断の様子を資料とともに紹介しています。佐賀の乱に、巻き込まれた側という、視点で、武雄の、歴史というものを紹介をしておりまして、佐賀の乱の見方というものを、また従来とは別の見方で、楽しんでいただければと思っております。この企画展は今月25日まで開かれています。